今回はインタースターリーにマーボロイヤルカンパニーが、武装を取ってやるんだけども、とりあえず一応出川、長沼、土地伊坂、河井美希夫、俺、この5人でトークショーをやろうと思ってるんですよ、盛大に。でそのトークショーに関してはまずシェイプの話、土地がシェイプすごくうまかった、だから河井さんね、まあ俺たち全部チャンピオンであってシェイパーでもある、そのみんなに聞いてもらおうと思ってトークショーを、サービンの話、シェイプの話から過去に楽しいことがあった大会のこと、そういうことを真似て喋って皆さんにこう知ってもらおうかなと思ってる、ビッグのスペシャル のトークショーですよ。こんな5人が集まることがない、みんなもう70ですからね、越してますから。そこでまああとアトラクションとしてマッスルが入って DJ やったり、まあ、歌手が来て歌ったり、そういう今予定でいます。で一応うちの見どころはマーボロイヤルパラダイスカンパニーのブースの魅力はパイナップルが200個ありますから、まあ、終わったら3日間やって終わりはパイナップルの皆さんにプレゼントあげようかなと思って、あとはねマンゴー怪人にはその香水のポスターを今バシッとしたの作ったから200枚、それをみんなに来た人にプレゼントしてます。だからみんな見に来たの得だよ、安物じゃないよ、かっこいい、もう本当にかっこいいポスターだから、ぜひ皆さんね、皆さん来てください、待ってますから。みんな河合さんとかみんなレジェンドのスーパーレジェンドの話を聞いてください、特に今回はシェイプと話をしたいなと思ってます。よろしくどうぞ、俺の幻のことも話すからみんな聞いてください。